どうも、現実逃避キャンパーのアッサムです。今回は白崎海洋公園にキャンプに来ています。すごい景色が。やばい、アホほどかってもうた。オッケー、とりあえず道を急ごうか。よし、行くか。やばいね、今っぱこっからまだ1時間27分やから、あー、ちょうどいいぐらいやな、その。見えてきたんじゃない？あ、負け売ってるんや。太陽が正常です。36度。あ、すみません、予約しほいほい。今いる建物がこちらです。ほうほう。駐車場を挟んでキャンプサイトも貼っております、うん、お客様のフリーサイトはこちらですね。はいはい。車ではなくバイク、バイクバイクですから、もう中入れてもらって大丈夫です。はい、はい、あ、ここよくお読みいただいて、チェックアウトのお時間が9時から12時の間ですね、うん、この時間の間であればまたこちらの建物にこの許可証の申請をお願いします、うん、9時よりも前に出られる場合はここの水槽の中にポストがございますので、はいはいはい、うん、ここに申請をお願いします。はい、わかります。どうもー、ありがとうございます。どう行こう。薪買わなあかんな。さて、とこな受付終了したんで、フリーサイトの方に行きましょうか。やーば、鬼本ちゃうわマジで。ここすげえ。はいはい、よいしょ。ここが今回の私のキャンプ場でございます。ちょっとすげえすげえな、ここ。
はい、今回のキャンプ装備です。まあ、基本テント、コット、椅子、寝袋は違わないんですけど、今回初のキャンプツーリングっていうことで、サイドバック、ドッペルギャンガーのサイドバックを使ってみました。収納は40リッターなんで結構入ります。そこまで車で行ってた時のキャンプ装備変更せずに来たって感じですね。いつも使ってる自作のボックスだけが持ってこれなかったって感じです。あとはですね、ベアボーンズのランタンが追加されてます。はいはい、さてさて、ではマップをいただいたのでちょっと中を散策していきたいと思います。ここが入り口ですね。今いやー、入ったらもう別世界、日本じゃないみたい。ちょっとね、もう日が暮れかけてますけど、すごい景色がいいっす、ね、白い岩肌とかね。日本なんここみたいな。空も大きいし、明かりも周り全然ないし、すごいいいとこです。ここがまず入り口の左側にある、パークセンターですね。ここでキャンプの受付だったり、ここは道の駅なので、中でちょっと食料を買ったり、お土産ちょっと買えたりするスペース。あと薪も売ってます。薪は針葉樹が500円、広葉樹が700円。ちょっと一束の量が少ないかなって思うんですけど、まあ金額的には結構関西なら良心的な価格なんじゃないでしょうか。はい、こっち側が、パークセンターから入ってすぐの駐車場ですね。今日は平日なんで結構人少ないらしいです。道の駅利用される方はここで車を止めて利用するって感じですかね。駐車場を越えると、ここから先がキャンプ場スペースになってます。デイキャンプだったりオートキャンプがここからですね。これが、オートサイトのキャンプ場ですね。
オートサイトは、ここのスペースで、9区画あります。ここのオートサイトは基本的に砂の地面になってますね。ペグとか結構打ちやすいんじゃないですかね。奥の僕が使ってるフリーサイトの方は結構岩とか石とかがあったりするので、ちょっとペグ打ちにくかったりしてみます。オートサイトの横が、これログハウスですね。ログハウスは4つあります。で、ログハウスの前が、これが炊事棟になってます。ちょっと入ってみまーす。おー、綺麗。シンクとかもめっちゃ綺麗。洗剤とかも置いてくれてるのはありがたいですね。今は電気がついてないからちょっと暗いかな。はい、水もちゃんと出ます。はい、で、炊事棟のすぐ横が、ゴミ捨て場になってます。でここでは、ゴミの分別をしてほしいということで、燃えるゴミと燃えないゴミですねに分けて、捨ててくださいと。受付済ました時にゴミ袋は2つもらえます。青い方の袋が、燃えるゴミ、透明の袋が、燃えないゴミになってます。はいはい、ここからが、もう1個のオートキャンプ場で、炊事棟を抜けたこの部分も、オートサイトのキャンプ場サイトになってます。全部で、ここは5区画あります。でこの反対側が、フリーサイトになってます。区画で分かれてなくてどこでもキャンプしていいですよっていうことになってます。ただここは車の乗り入れが禁止になってて、すぐ横のここの部分に、車を止めて使ってくださいと。で今回フリーサイトの予約は、私だけでございます。なんで、バイクの乗り入れはね、構わないという話だったんで、乗り入れバイク入れさせてもらって出ます。はいはい、私のサイトはこんな感じですね。贅沢な使い方をさせてもらってます。料金の方がオートサイトとフリーサイト、あとログハウスで結構金額ばらつきがあるみたいです。僕が使ってるフリーサイトは2000円で、このロケーションで、2000円、最高。はいはい、じゃああとは、展望台の方にちょっと行ってみたいと思います。おっと、展望台に行く前にトイレがありますね。ちょっとトイレの方を見て、先に見ていきたいと思います。トイレは全部で2箇所ですね。駐車場のすぐ横と、よいしょ、この展望台に行く道のすぐ横にあります。あ、バリアフリーですね。男性用のトイレの方はこんな感じになってます。綺麗ですね。匂いも全然ない。で、なんか、よいしょ。はい、開けまーす。お、洋式、水洗。で、トイレットペーパーも完備。うん。言うことないですね。で、サイトから近いのもありがたいし、ちゃんと水洗なんで匂いとかも夏はしないんだろうなと思います。これ越えて、ちなみにここのロープはキャンプ場にむやみに入らないようにっていう意味で張ってるらしいです。なんでキャンプ利用してる方はここひょいって越えてもらっていいって言われてます。さて、じゃあ展望台行きましょうか。あ、クラブハウスがある。現在クラブハウスですね、展望台のすぐ手前にあるこのクラブハウスは台風、数年前の台風の影響でまだちょっと復旧してないそうです。あったらね、もっといろいろお客さん来たりとかすると思うんで、早く復旧してほしいですね。はいはい、で、これが展望台に上がる階段です。上がってきます。誰かおるかな。よいしょ。
おお、景色がいい。ほい。よいしょ。よいしょ。お、意外と人おるな。はいはい。静かにしてますか、人がおるので。あ、これウェイ君、カップルおるな、ウェイ君嫌やな。いやー、そらここは景色でいいから、そんなカップルたちの憩いの場になりますわ、こら。よいしょ。さ、サイト戻りましょうかね。はい、いかがでしたでしょうか。白崎海洋公園キャンプ場。いや、めちゃくちゃいい。ロケーションが普通の山のキャンプ場とか、海のキャンプ場とかとはもう全然違う。石灰岩なんかな。白い岩肌とか、結構、岩に周りが囲まれてるんですよ。でも日本のその人工物的なその街並みみたいな景色は全然見えなくて、すごいおすすめ。日本じゃない、エーゲ海って言われてるの分かる気がします。はい、では本日の動画はここまでになります。最後まで見ていただいてありがとうございました。良ければ評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。